どうも、バーンです。さて今日はですね、シンセサイザーの基本、これについて改めてね、ちょっとホワイトボードを使って、説明をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。前回、シンセサイザーの実機を触りながら、そしてエディット画面を生放送でね、キャプチャーしながら、皆様にシンセサイザーの操作と音をね、お届けいたしましたけれども、まあ何はともあれ、こう実際に触ってみて音をね、いじくってっていうところで第1回をね、お伝えいたしましたけれども、やっぱり基本をね、押さえておきたいと思います。前回の動画でもね、ちょっとだけ言ったんですけどね、基本はね、もうこれだけなんですよ。この3つです。 VCO、VCF、VCA、 なんのこっちゃいというふうなところをですね、今日説明したいと思います。シンセサイザーはですね、何をするものかというと、音をこう一から作って、で、その音をですね、鍵盤という、こう音程を出力するものから受けて、でスピーカーなり、ラインアウトなりでね、音を出すと、そういうようなの、まあ、代物ですね。まあ、だから正確にはね、まあ、ここに鍵盤がここにあるわけですね。この鍵盤が始まらないと、ここには始まらない。まあ、正確に言うとこういうことですね。で、鍵盤の指令を受けて、で、VCO っていうところにですね、その指令が行きます。これ何をするものかって言ったらですね、0ボルトから、何ボルトか、ちょっと、その辺はまあ適当なんですけど、5ボルトかとしましょうか。例えば0ボルトから5ボルトの間に、ある電圧をこう上下させてですね、で、一定の電圧の周期を作るものなんですね。だから、まあ、グラフで書くと、まあ、こういうようなものを作るものですね。横軸が時間、縦軸が電圧になります。だから、まあ、リード線1本あって、その子の、電圧がですね、グラウンドに比べて、0から、まあ、5V になって0になって、またマイナス 5V になって0になってというようなですね、まあ言うたら交流みたいなものを作り出すというなのが VCO です。で、この交流はですね、一般的な交流はサイン波ですね、ですけれども、この VCO っていうのはですね、の何種類かの波形がありまして、例えば、昨日も言ったように、サイン波以外にもですね、ノコギリ波であるとか、三角波とか、いろんな形の、いくつかの登録された、波形をここで生成することができます。だから言うなれば、VCO の V はですね、ボルテージですね、電圧、 C はコントロール導だと思います、多分ね。電圧でコントロールされた O、オシレーター、つまり、発信機、つまり、交流のようなものがこう作り出される、まあ、これが VCO なわけですね。で、具体的にどういう回路でできてるか言ったら、抵抗とかコンデンサーとか、あとコイルとかを組み合わせたら、まあ、こういうようなね、交流のようなものが、まあ、できるっちゃできますね。で、そこからですね、こういう交流が生まれたものをですね、VCF というセクションに伝えます。で、これがですね、ボルテージコントロールドフリケンシーかな。F は、多分フリケンシーだと思うんですけど、これ何をするものかというと、倍音とか、あとそれから、この音色って言ってですね、このサイン波とか、ノコギリ波とか、この形をこう削ったりね、ちょっとこう、なんか三角波でもこの辺をですね、ギザギザってやってみたりであるとか、発信させて、まあそういうことをやったりであるとか、いうようなことができるところですね。まあ具体的にような、つまみとしては、カットオフフリケンシー、倍音を削っていくっ
ていう、操作、それから、レゾナンスって言って、発信するようなね、フィードバックして発信する、あんまりやりすぎたらキーンってことになるんですけども、まあ、自己発信みたいなもんですよ。発信させて、ちょっと鼻詰まりのようなもののような感じの音に、まあ、していく。で、具体的に何をやるかって言ったら、この音色ですね、この波形のね、形を、まあ、いろいろこう、こねくり回すというようなセクションですね。で、最後、VCA。これは、ボルテージコントロールド、アンプリチュードだと思います。ちょっとなんか、コントロールドアンプリチュード、なんかおかしいですけど、まあ、要するに、音量ですね。音量を制御するものなんですよ。で、なんそんな、ただのボリューム、ただのボリューム回というわけじゃないんですよ。時間的な遷移によって、この音量をコントロールする。これ結構重要なんですよね。ボリュームぐらい、大きいか小さいかの違いやろ、ということのようでもあるんですけど、実際にはね、時間的な遷移、さっきから遷移って言ってますけども、遷移っていうのは、移り変わりゆくものっていうの意味の遷移ですね。で、ここは何をやってるかやったら、例えば、まあ、こういう、三位波が入ってきたら、まあ、こういうね、振幅ですよ。電圧がちっちゃくするようなことができるわけですね。まあ、だから、ボリュームが小さくなるだけじゃなくてですね、それがですね、時間って言ってもですね、この一波形の時間じゃないんですよ。結構長いスパンの時間ですね。2秒とか4秒とかいう時間の中で、この電圧を制御してやることができるセクションです。それによってどういうことができるかって言ったら、音がゆっくり始まって、で、ある程度の音量まで行ったら、音がまた下がり始めて、で、最後に鍵盤を離してもちょっと余韻が残ったりというようなことができるセクション。これが VCA なんですね。まあ、具体的にはですね、ADSR という、機能を司ることができるのが VCA だと、まあ、今現時点ではね、ちょっと考えておいていいと思います。ADSR です。これはですね、4つのパラメータ、つまり、媒介変数、つまり、いじるところがあるということですね。音がこう鍵盤の、押し下げによってスタートして、でちょっとずつ音が大きくなっていくということをしたい時はですね、この A、アタック、つまり音のね、出だしの部分をこうゆっくり出だしておくんなましというようなことをしたい時は、この A っていう数値を、まあ、上げてやると。まあ、デフォルトはだいたい0なんですけども、この0をですね、例えば、値30とかっていう風にしてやると音がゆっくり始まると。音がゆっくり始まるということは、例えばこう弦楽器のような音を醸し出すことができると。で、 D、 これはディケイと言いまして、一旦音が、アタックの時間によって一番大きな値に行った後に徐々に下がり始めてまた一定のところに、戻る。これがグラフにしたらですね、ここ時間、例えばホワイトボードが揺れる、例えば V ですね。で、まあ、こういうような、まあ、模式図があるわけなんですけども、ここの時間が A で、上がり始めて下がり始めるまでの時間が D、 これがディケイタイムと言います。 D ですね。で、 S っていうのは、これ概念がちょっと違いまして、縦軸です。縦軸、サスティンレベルという この一定の音量になるべきところの電圧、これが S です。例えば S が、まあ、例えば120、最大が128として64だとしたら、
S はですね、例えば最大が 5V だとしたら S は 2.5V ということになります。で最後 R は鍵盤を、ここにある鍵盤を、離した後も余韻が続く、この部分の時間が R です。でこれによって何ができるかっていうと、ピアノのような音を作ったりであるとか、弦楽器のような音をに似たような音を作ったりというようなことができます。だいたい想像つきますよね。例えば、ピアノのような音はですね、A が非常に短いです。0とか1とかですね。で D がちょっと、例えば、1秒ぐらいとかで、S がですね、50ぐらいで、ピアノの音の場合 R はそうですね、 0.3 秒とかいうような値になろうかと思います。大体ですけどね、そうすると、ピアノの音になるってわけじゃないんですけど、ピアノのこう出音に似たこう音量の遷移が醸し出せるということを司る、これが VCA になりますね。でこれが基本中の基本なんですけども、これに加えていろんなね、セクションがシンセサイザーの中にはあります。代表格は LFO とかね、こういうのがあるんですけども、ちょっとここまでちょっと話を広げると、ちょっと第3回以降になろうかと思うんですけども、ちょっとねまたしても喉の調子がね、芳しくないようですね。少し喉の方を潤わさせていただきます。美味しいですね、相変わらず。それではせっかくなんで続きもいきましょう。 LFO、 これはですね、ローフリケンシー、オシレーターだったかな、そんなんですね。何をするものかって言ったら低周波発信機と言います、日本語では。比較的、周期の低い、発信をすることができます。何や、発信ここにもあるやんけと。ここはですね、言ったらこれに比べて高周波なんですね。例えば音っていうのはですね、だいたい波長域、人間の耳に聞こえる周波数の範囲は 20Hz から、2万Hz というふうに言われてますよね。 Hz っていうのは1秒間に何回こう、行ったり来たりするか、波の周期の回数のことですね。でこの VCO は音をそもそも聞かせるわけですから、だいたい 20Hz 以上、2万Hz 以下というような周期をここで作ることができるんですけども、この LFO、 これはですね、例えばビブラートとかに使うんですよ。ビブラート、音楽やってられる方だったらね、ご存知の方も多いと思うんですけども、例えば声で言うところのビブラートって言ったらですね、音程がこう上下に揺れると、このようなね、音の震えですね。例えばこの震えって、今言った震え、1秒間にそうですね、3、4回ぐらいですかね。そうするとこの LFO の周期は、例えば 4Hz とかいうことになるわけですね。だから LFO はですね、1Hz から例えば 100Hz ぐらい、だいたいそのくらいのね、比較的低周波の振動を作り出すことができます。でここでクイズです。ビブラートを実現するにはシンセサイザーでね、今言ってのあーみたいな、あー川の流れのようにのね、ああいうビブラートですね。でこのビブラートを実現するには LFO をどっかに変調しなければならないんですよ。さてクイズです。どこに変調すればこのビブラートが実現できるでしょうか。はい、もうお分かりだと思います。 VCO に、変調という形をとります。この低周波、例えば 4Hz とか低い周波数で、この VCO に対して変調をかけるんですよ。
VCO はもともと例えばね、1キロヘルツとか1000ヘルツとかでね発信してるんですよ。それに対して4ヘルツで変調をかけるとどうなるかって言ったら、どうなるかって言ったらですね、この変調のこの度合いもこの LFO で、司ります。だからLFO のパラメータ、倍加変数としては、基本的なところでは周期、それから、変調の度合いですね。ここのね、どんだけこうきつく変調するのかということをですね、コントロールしてやります。だから例えば 1kHz の上下 4Hz とかでねかけてもあんまり効果的じゃないですよね。まあ、そのくらいでもいいですけども、1kHz の上下、例えば 100Hz。だから、1.1kHz から900、字が下手くそすぎる。900Hz までね。の間で、激しく、こんだけ、まあ、ビブラとか、こんだけの周波数、上の方の、周波数が 1.1kHz、下の方が 900Hz。まあ、ビョンビョンですよ、こんなんやったらね。まあ、一般的なビブラだともうちょっと狭いかと思いますけども、この上限下限、まあ、わかりやすくするためにね、まあ、こういう値にしてますけれども、ここの周波数とここの周波数を、1秒間に4回の割合で行ったり来たりしなさいということができるのがですね、LFO で。で、その LFO は VCO に対して変調をかけることができるわけですね。で、別にね、これね、ビブラートになりましたね。今、LFO を VCO にかけ、変調をかけたら。この LFO っていうのはですね、基本的に、アナログシンセサイザーの場合、どこに欠線してもいいんですよ。これやめて、LFO を VCF に変調かけたら、さて、どうなるでしょうか。ちょっと変わった感じのビブラートになると思います。音の硬さがね、揺れる。そういうようなビブラートになります。音程は一定だけれどもと。で、もっと言ったらですね、LFO をこう使って、VCF にも VCO にも同時にね、変調をかけるなんてことも、シンセサイザーではできる機種が多いです。まあ、そうすることによって、音程が変わるだけじゃなくて、例えばさっきのミゾレヒバリのね、あーみたいな。あれはおそらく VCF のこの音の硬さもね、揺れてますよね。そういうことが、こちらの欠線によってできると。だから、初期のアナログシンセサイザーは実際に配線をしてたんですよ。こう、穴がいっぱい、こう、シンセサイザーのパネルの上に開いてて、実際に線をね、こう、こっちからこっちにとかって。今でもまあありますけどもね、そういうシンセサイザー。ワイヤリングっていうんですけども、そういうことができます。じゃあ、LFO を VCA にかけたら、何になるでしょうか。音楽用語であります。はい、そうです。LFO を VCA にかけたら、トレモロになります。トレモロっていうのは、ビブラートじゃなくて、音量だけが上下する。吹奏楽とかやっておられる方だったらね、トレモロってご存知は、よく使うんで、ご存知だと思うんですけども、音量だけ変わるやつですね。トレモロです。で、まあ、これ、こういうことを、ごちゃごちゃできるというのが、まあ、シンセサイザーですね。他にも LFO の他にもですね、なんかいろいろあったな。なんかも、モジュールがいろいろあって、まあ、基本はこうですけれども、例えば、リングモジュレーターとかね、まあ、いろいろあるわけですよ。で、結局、こっから音が出ます。で、まあ、最終的にエフェクター使って、例えば、お色直し、色気を出せたりとか しますね。例えば、コーラスエフェクターをかけたりであるとか、さらに、エフェクターにエフェクターをつないで、ディレイとかリバーブとか、
いうのを外部で、処理して、で最終的にここから音を出すと。で最近のシンセサイザーはエフェクターを内蔵しているものが非常に多いですね。昔はね、あんま内蔵してるエフェクターを内蔵しているシンセサイザー少なかったです。でね、やっぱりね、エフェクターはアナログシンセサイザーを使う上で非常にね、効果的で肝にもなりますんで、のコーラス、それから、ディレイぐらいはね欲しいところだな。まあできればリバーブも欲しいところですね。リバーブ、残響ですね。はい、というわけで一応これがねシンセサイザーの基本と、ちょっと偉そうなね、ごちゃごちゃと、座学みたいなことを言わせていただきましたけれども、高校生の時かな、一生懸命ごちゃごちゃごちゃ、おっとすいません、ごちゃ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 やっておりました。何十年ぶりだろう、アナログシンセサイザーについてね、いろいろこうやって考えるのは。はい、というわけでね、まあ、第3回、次回はですね、はい、実際にこのあたりを踏まえて、もう少しね、基礎の基礎から、ほんまに素の音でね、鳴らしたらどうなるのか、VCO でサイン波だけを鳴らすというところからね、改めてスタートして、で、解説を進めていければなというふうに思っております。本日の動画は以上です。ではまたバイバイ。Thank you.